せーのー、じー見切れてる？大丈夫？はい、どうも、ガクトモチャンネル、ガクトでございます。先ほどちょっとふと思ったんですがね、ウィキペディアあるじゃないですか。オープニングからいきなりなんだって感じなんですけど、梶原ガクトのウィキペディアにガクトモチャンネルの項目がないということを先ほど気づきまして、皆さんにちょっとお願いがあるんですが、ぜひですね、ガクトモチャンネルの項目を作っていただいて、できればゲストの方の名前をね、こうバーって羅列していただいて、ストーリーとかもちょくちょく書いていただけるととっても嬉しいんでございますが、っていうことをオープニングにちょっといきなり言ってしまいましたが、今回は、最近とてもお世話になってるこの先輩に来ていただいております。それではどうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは、小林雄介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、ある永遠の消耗隊という作品で、ある永遠の消耗隊、あれですあれで、ポンコツじゃないか、なんて言うんですかね、ライバルか、バカなライバル、まだちょっとよくわかんない。俺の頭に同じ作品出てるはずなのに、俺の頭にハテナマーク、ポンコツ、ポンコツ、俺のキャラが、そう、あ、ゆうすけさんのキャラが、そうね、ポンコツって言っていいのかな、バカなんですね。バカですね、バカで、でも騎士なんですよ、のキャラと、シンラっていうヒーローを目指してるキャラクターと、すごいなんか2人で対になった関係でやらせてもらってるので、はい、しかもプライベートでも最近ね、ご飯とかもよく行くんですよね。そうね、そう、呼び方はもうゆうすけさんで決まってます。そうなんです、ずっとそうなんです、ずっとじゃないけど、後ろみんなすごいあだ名だけど、そう、確かにあだ名なんですよ。でも定着しないんですよ、やっぱ。最近気づいた。ここに、はいはいはい、サインの下に、こうやってみんな この番組で呼んでる名前を書いてるんですね。梅原さんとかだと梅梅なんですよ。梅梅なんて僕呼べないんですよ、普段絶対。いや、でもなんかその気持ちわかる。俺もなんか飲み会の勢いとかで、下の名前で呼んでも、ありがとう、じゃあ今度から呼ぶねって言いつつ、その飲み会の時だけなんだよね。はあ、ですよね。その気持ちはもう一回シラフになって現場に行くと、いや、そうなんですよ。そう、やっぱりなんか次の現場で会った時に、なんか最初からおー何々とかっていきなり呼べなくないですか。俺は最近呼ぶようになった。あ、本当ですか。せっかく、そう、約束したのに呼ばないのは逆に失礼だと思うようにして。でも呼ばれた側はすごい嬉しいんですよ。後輩だからかもしれないですけど、なんかね、なんか下の名前でこう親しみを込めてこう呼んでくれるのすごく嬉しいなってところが。じゃあいいじゃない。でもブチさんに関しては、全然名前にも何にも被ってないっていう。なんでブチさん、ブラクロで最初に1話に登場したのがの敵が鈴木優斗さんだったんですね。でそのキャラの名前がレブチって名前だったんですよ。でそっからブチさん、ブチになって、でも見てる人全然多分分かんないと思うんですよね。まあ、でも俺もアルスラン戦記っていう作品に出たんだけど、そこのキャストの人たちは未だに僕のこと殿下って呼ぶの。すげえ。いや、今いい情報出ましたよね。そう、まあ、もう本当どこの他の作品に行ってもお殿下って言われるんで、周りからは何偉い人なのこの人みたいな顔されるの。すごい。そう、だからいや作品の名前とかを呼ばれる続けるのは結構恥ずかしい時もあるけど、でもやっぱ嬉しい。確かに。だからゆうとくんのことはぜひブチさん。あ、じゃあこれからもブチさん呼んであげてください。な、多分振り向いてくれないと思いますけど、リアルガチサイコロトーク。いやーイエーイ、はい、ちょっと楽しくなる、癖になるなこれ。そう、この2つのサイコロで振って、出た目の数について例えば1が出たら、本当1に関する何か出来事を話していくみたいな回でございます。はいはいはい、なんかでも難しいんですよ多分それって、すごく、なんか本当にガチサイコロトークって言うんだってね。そうみたいですね。名前がゆうすけさん得意ですか。得意って。俺ガチサイコロトーク得意。超得意。ゲスト、じゃあ俺からゲストなのに得意の方から言っちゃっていい俺。すげえ申し訳ない。いや、ちょっとお願いします。お願いしますよ、分かった。3ですね。3といえばですよ、あります、最近発売されたキングダムハーツ3。そうだ、俺マジでね、ゲームキングダムハーツだけはマジで好きなの。はいはいはい、あ、そうなんですか。そうなのよ。で1月25日にようやく3が出て、はい、出ました。ようやく買ったのよ。買ったんだけど俺の悪い癖で、これ終わったらまた全てが終わるなと思って、あ、1からまたプレイし始めて、すげえ。だから1をやって
チェインオフメモリーやって、はい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 、2やって3 5 8 days over 2やってでもそうあって今ようやく全てを終えてあできましたようやく3に取り掛かれた3週間かけてそうゆうすけさんゲームするんですねいや本当にやらないのよ基本、はいはいはい、だから本当キングダム初ぐらいここまでガチでやるのはそうだから最近寝不足あじゃあもう仕事から帰ってきて、うん、寝る前にこう やって寝て仕事行ってって感じですかそうもう帰ったらまずプレステの電源入れてそこから風呂入れてっていうガチです、ね、何よりも最初にそれを入れるそうだからもう早くガクトモチャンネルを終えてキングダムハーツやりたいぐらいそれはねでもいいですよいいそうぜひ やってみていただきたいあ 6? なんかロックな男の生き方ってかっこいいなと思っていや、いや本当にいやロックってすごいじゃないですかなんかあのアーティストの方見てもなんか自分の生き方絶対曲げねえみたいなもうなんか一度こうやあの発言したらなんかこうなんて言うんだろう何言われても別に自分の意見変えないしそれがなんかすごく自分の中でもまっすぐにこう一本ボンって筋を持ってていやそういう生き方ってすごいなってなんか思ってて ガクトはどういう人間なの僕はあのすごいなんか人に言われたことをすごくこうなんだろう例えば1個言われたら心にゴンって傷がついてこう1個この筋が1個取れてまたこう取れる戻そうとするこういうのがあったりとかそういうなんかすぐブレちゃう生き物なんで あのそう浜さんとねあのこの前ゲストの浜さんと喋ってた時にワンオクの話をしてたじゃないですか、うん、ワンオクのあのタカってボーカルのね方がいらっしゃるんですけどその人とかもすごいなんか僕結構すごく好きであのお客さんに向かってそのなんて言うんだろう曲の間とかに自分の意思をグワーって伝えられるってすごいことだなと思ってなんかそれほどなんかもう自分の中に持ってるものがあるのかなみたいないろいろ考えてみたりでもそういうのを持ちたいなって思ってみたりすごいなんかいろいろ考えながらロックな生き方を目指したいなと思っておりますはい面白くなかったそれよりもね俺すごい気になるのが何ですか すごいせっせと喋ってても一切僕のことを見てくれないもう ずっと2人のことを見てて俺は見てくれない確かにいや悲しいって違うんです思ってたらはい振りまーす違うんだ、はい、あ10あ10でもいいじゃないですかえ何が10僕好きですよ 10? そんなこと聞いてない10キリいいですよ結構そうだね10トン？トンだとちょっとち豚になっちゃうんで豚の話する？あいいですねあでも豚といえば俺の得意料理があるんだけど何ですか豚の生姜焼きなのよええー、料理されるんですかそう俺去年一昨年から一人暮らしを始めて、うんうんはいはいはい、でなるべく自炊をしたいからっていうのでカウンターキッチンの部屋を借りたのよそうだからそれこそ梅梅とかもうちに遊びに来た時に生姜焼きを振る舞ったことがあるんだけどあマジか食べたいうんそれってお前今どこって言おうとしたなどこ言えないですねうんそこの話は NG でそう行きたい行きたい行きたいあ本当に行きたいうんあれですあのあそこまた近い話とかしそうになっちゃったスタジオから近いですかとまあどこのスタジオとは言わないけどまあとあるスタジオはすごい近かったりするかねとあるスタジオですねうんとあるスタジオ他は言わないです言わないねお、8あお8は僕の、サッカー部の時の背番号のおは背番号が8番だったんですよで練習試合があってで僕がこうサイドをねこうドリブルでバーって駆け上がった時に相手を抜いたんですよ抜いて走り去っていこうとしたらその後ろの抜いたやつが俺の背中をボーンと押してきてでその走ってる勢いもあるし押されるからもう止まんなくなってうわーってなって手をゴンってついたらポキッってなって腕折れてこの大きい骨あるんですけどこの手首のねこれがプッってなって出ちゃってうわ怖っ そう出ちゃったんですよ笑って言うけど怖い話ですよねでその医者の人に素手で戻されるって痛いわっつって
お前すごい経験してんね。いや、そう、痛かったです。その頃の後とかはもう残ってない？いや、もう後はないんですけど。骨折したことあります？あるある、何回も。え、どこですか？何回もあるんですか？うん、ジャングルジムから落ちて骨折したことあるし、自転車からこけて骨折したことあるし、バレーボールで骨折したことあるし、結構ありますね。そう、あるある。あと本当に九死に一生を得たことがあるのは、骨折はしなかったんだけど、スキーのリフトから落っこちて、はい、なんで？いや、当時まだちっちゃくて、はあはあ、で、外国のスキー場に行ってたんですよ。ああ、はいはいはい、向こうって一人乗りのリフトがあったんですよ。で、周りの景色見とれてて、ハッと前を見たらバーを、開けてくださいっていう標識があったから、 あやべっ！ってやった瞬間、ヒューッとしちゃって、はい、で、ヘリコプターで病院に運ばれる。で、あとあと親父に言われたのは、海外だから保険効かなくてさ、すごい高かったぞ。そういう問題っていうのを大きくなってから言われて、本当すいませんってなった。やばい。っていう情けない話もありつつ、でも本当皆さん骨折には気をつけてください。気をつけてください。いや、でも8だったらな、第8特殊消防艦隊行ってほしかったな。ゆうすけさん、はい、はい、次、今カットしないでください第8特殊消防艦隊お願いします。永遠の消防隊よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、ガクトモチャンネルのコンセプトが、友達を増やそうということになっておりまして、はい、ゆうすけさんにぜひ僕のお友達になって、ガクトモ T シャツを受け取っていただきたいんですが、はい、いかがでしょう。 NG っていうこともありなんですが、友達の定義って何ですか？そう僕思ったんですよ、うん、難しいですよね、友達って、はい、先輩であっても友達と呼べる存在であってほしい、そんな思いでございます今最後に僕の目を見てくれたのが嬉しかったので、じゃあ友達になります。ありがとうございます。ありがとうございます。では進呈いたします。はい、ありがとうございます。で、後半ではゆうすけさんにこのガクトム T シャツを着てもらって、うん、また次の動画、2本目の動画ではお送りしていきたいと思いますので、はい、わかりました。そちらもぜひ皆さんお楽しみにしていてください。お願いします。ということで、この動画で良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録下の方にありますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ほんじゃ、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。